まあですね、ここまで来たら、原因はタイの頭を変えるしかないんじゃないですか。私は今日総理がしっかりけじめをつけるとおっしゃったら、ここまで言うつもりはなかったです。まあ、私の手で憲法改正を成し遂げたいと、総理の手で成し遂げることは、そろそろ総理自身の幕引きだということを申し上げて終わります。この際、逢坂誠二君から関連質疑の申し出があります。黒岩君の持ち時間の範囲内でこれを許します。今、意味のない質問だよって言ったんですよ。ちょっとご静粛に、ご静粛に。いや、私はこれは。